皆様こんにちは、加藤でございます。ロードバイク始めまして1年と3ヶ月ということでございますが、苦節ようやくロードバイクのカーボンホイールをゲットいたしました。で、何かというと、まあ、届いたわけでございますが、最近ロードバイク系 YouTuber の有名なまんまさん、358TV さん、B4C さん、荒北仮面さん、アニマルランドさん、 YouTube で、とあるメーカーさんからご提供いただいたやつをご紹介されていらっしゃいますが、私の方もですね、ありがたいことにご提供をお受け、させていただくことになりました。で、届いたのがこちらでございますが、ちょっと中がですね、これリムテープとスルアクス、アクスル、アスクル、アスクルじゃないな、アクスルですね、こんな感じでございますですね、割と丁寧に梱包されてます。はい、では中を見てまいりましょうか。じゃん、はい、こちらでございます。アイカンさんですね、アイキャンダですね、アイカンさんということで、リムはアルファ50なので、5センチの、リム幅でございます。ただね、まあまあそんなに軽くはないです今まで、ご紹介 されている方はもうこれの上位ランクのやつをご提供されているんですが、大体皆さん 1400g ぐらいですね。で、こちらにつきましては前後で 1700 ありますので、それほど軽いわけではございません。今ついている DT スイスが1780でございますので、もうほんのちょっと気持ち軽いかなということでございますが、このリムの幅がかっこよろしゅうございますですね、まあ、ちょっと昼くらいは向かないかもしれませんが、ロングとか巡航速度アップでどれぐらいですね効果があるのか、それがすごい楽しみなのと、きっとロードバイクの表情が変わりますのでね、かっこよくなるのが、その辺が楽しみでございます。このカーボンホイールのご紹介でございますが、東レの T700 というカーボン、フルカーボンでできているようでございます。スポークは24本ということで、アイカンっていう文字がね入っててどうなのかなと思ってて、初めはお話をお受けした時に、無地のやつもあるんですけど無地でいただけませんかというお話をしたら、ブブーダメですと言われたので当然ですよね、アイカン入ってるんですが、全然なんか悪くないように思います。かっこいいかなと思います、私も詳しくはございませんが、 UCI という国際的な、まあ、レースの認証も取られているようでございますので、それなりに安心できますですね。で、送っていただく直前に向こうの職人さんがこう触れがないかとか、これそのものを作ってる時の動画を送ってくださいました、まあ、そこはねちょっと嬉しかったですね。これのために撮ってる動画を、作成している動画を送っていただいたので、フレもね相当慎重に見てくれてたようなので、私としては安心できるかなと思いました。それと何よりこれ おいくらだと思いますか。前後で5万9000円ちょっとでございますね。しかも税込みということなので、私がイメージしているやつの大体4分の1ぐらいのね感じかなと思います。安すぎてちょっとびっくりしてしまうんですが、まあ、どこまでね効果があるか本当に楽しみでございますですね、まあ、なんとなくねホイールといえば有名なメーカーさんのやつがやっぱり、よろしくて、ハブの回転も良くってとかね、いろいろあるかと思うんですけど、ちょっとツイッターでそんなに私高くなくていいので、まあ、中華カーボン系のホイールでもいいかなということでご相談したところ、何人かの方に絶対やめとけとタコタコさんとか言われたんですけど、私も初めてのカーボンホイールなので、
どこまでこれがいいかよく分かりませんが、これも履くことで私自身の経験値も上がってくると思いますし、それほどねお金をかけるおつもりはないような方にとってもこれがどういうものなのかご紹介することで参考になればいいかなというふうに思ってお受けさせていただいております。かっこいいのでめちゃめちゃ楽しみですね。はい、カツオチャンネル。でそれ以外で言いますと、前後の重量正確なのはアイカンさんのホームページをご覧いただいたらいいんですが、 1704g ということでございます。でクリンチャー、それからチューブレスのタイヤが装着可能ということで、で今時の割とちょっと太めの幅になってますので、23から 28C までのタイヤがはめれるということで、ちょうど私が使っている28がね入りますので、GP5000 をそのまま付け替えをねしようかなと思っております。それからこれまあ賑やかですね。わあ、これまあ賑やかですね。ハブもアイカンと書いてますね。これがですね、ちょっとどこまで効果があるか今から検証してみたいと思います。はい、そうしましたらハブの性能がどれぐらいあるのかというのをちょっと検証してみたいと思います。これ今の DT スイスなんですが、これで50キロぐらいまでスピードを出してみて、50のところで、ストップウォッチを止めて測りたいと思います。どれぐらい回転が続くのかというのをね検証してみたいと思うんですが、滑るな。これで50になった時点で、はい、ストップウォッチ押しました。汚れてるとなんかあれですかね、回転が悪いとかあったりするんですかね、どうなんでしょうか。早くも止まろうとしておりますが、今20秒ちょっと、さてどこまで行くか、はい、27秒46でございますね。はい、スペシャの完成車についていた DT スイスのアルミフレームですねの性能でございました。27秒46ということでございます。そしたらまだ装着してませんので、カツオクの、ファストフォワード FFDW というカーボンホイールがどれぐらい性能があるのかをちょっと見てみたいと思います。はい、そしたら続きまして、カツオクさんはカーボンホイールでございますので28ですが、で使ってるハブは DT スイスの350ということなので、それがどれぐらい回転するか、ハブの性能を検証してみたいと思います。じゃあ同じようにスピード50キロまで回しましょう。よし、50超えた。さてどうでしょうか。ちょっとだいぶ弱まってきた感じもあります。25、さっきが27でしたので、あ、やっぱり回る性能はこちらの方がいいですね。30秒超えてまいりました。34、35、あ、まだ粘りますね。もうちょっと40超えてきました。はあ、はあ、45、止まるかどうだ。まだ行く、まだ行くな。おい、おい、止まった。はい、あ、やっぱ50秒94ということなので、私の DT、スイス、鉄ゲタに比べて、倍近く行きましたね。27秒だったのに50秒ということなので、やっぱカツオクさんこっちの方が
データまあまあ転がるっちゅうことですよ。あでこれが1460ぐらいだったと思うので、鉄ゲタもともとついてたやつよりは 300g ぐらいね軽いということになってます。やっぱりハブの性能がこちらの方がいいんでしょうね。はい、じゃあこの後、まあ、アイカンのホイールにタイヤを装着してこれもどれぐらいの、ね、性能があるかっていうのを、見ていきたいと思います。はい、ではあのホイールの重量ですね、どれぐらいあるかをちょっと検証していきたいと思います。もともと 786g ということになっておりますが、792g ですので、まあ、6g プラスということなので、プラスマイナス10というのがカタログに書いてますので、まあまあ、 あの一応許容範囲内ということでございます。 792g ということでございます。リアの方ですね、こちらの方を測っていきたいと思います。リアのは 918g ということになってますね。あ、こちらは 916g ということで、マイナス 2g ということになってます。まあこれも正確でございますね。ただまあそんなにあの軽くはないです。軽くはないですね。他のまんま君とか荒北仮面さんとかね、めちゃめちゃ軽いねみたいに言ってましたけど、軽くはないです。軽くはないですけどね。さてどうなんでしょうね。ですので合計して 1700g ちょっとということですので、これで私がどれぐらいのね走りができるのかね、私も非常に楽しみでございます。カツオチャンネル。これ佐々木パフォーマンスサービスさんに伺っておりますが、アイカンさんのホイールをチェックしていただいているというところでございます。それなんか軸に歪みがあるとかないとかな。いや、ね、これがどういうバランスで離れてるのか、これを歪み測ってどんだけテンションがかかってんのか測る道具なんですけど、まあ、実際これの数字は持ってないんで、まあ、どんだけばらつきがあるかなと思って。はあ、なるほど。だいぶ賑やか。賑やかですね。IT 系並みやな。どんなもんでしょうか。はい、あ、これ 8.2 ですか。はい、まあまあ軽いっちゃ軽いね。よくわかんない。もっと重たいと思ってましたね。カツオチャンネル。そうしましたら、アイカンつきましたんで、どれぐらいのハブの性能があるか検証したいと思います。賑やかですね。よし、はい、めちゃめちゃ賑やかでございますが、どこまで行くんでしょうね、これね。よく回ってくれてるような気もいたしますが、だいぶ、あ、ちょっとまずいんじゃないの、これ。ちょっと止まりかけになってるような気がしますよ。あー、止まるか止まるか止まるか。はい、あ、止まりましたね。32秒51ということなので、ちょっとやっぱり DT350 に比べるとだいぶ18秒ですね、短めですね。やっぱりハブの性能がちょっと厳しいかもしれないですね。もともとついてた完成車のやつに比べると少し長いという感じでございますので、まあ、ここが実際の走りにどう影響してくるのかというのは今後検証していきたいというふうに思います。ということで、佐々木パフォーマンスサービスさんに、お伺いいたしまして、ホイールを付け替えていただきました。どうですか。ちょっとめっちゃかっこよくないですか。50ミリリムハイと、まあ、文字もあまり気にすることもなく、むしろ入っててもかっこいいんじゃないかなというふうに、自画自賛でございます。まあ、自分で付け替えたらいいんですが、やっぱりあの
プロの方に付け替えていただく方が私としてはちょっと安心かなというふうに思いましたので、このロードバイクで40キロ50キロ出た時に自分の命を預けるべく、付け替えはプロの佐々木さんにお願いをいたしました。ちょっと私的には見た目が相当良くなったので、大満足でございます。若干ちょっとこの賑やかな感じがありますが、まあこれはこれでまあいいんじゃないかなというふうに思います。これで果たしてね、どれぐらい、自分のパフォーマンスは変わらないですね。ライドの状況がね変わるのかとっても楽しみなので、今後レビューをさせていただきたいというふうに思いますので、楽しみにしておいてくださいませ。まあ、これだけ外観がですね変わって、 UCI もついてて、認証があって5万9000円で買えてしまうというのはちょっとなんかびっくりな感じがいたしますですよね。はい、いかがでございましょうか。はい、なかなかのよろしさじゃないかと思いますですね。やっぱりリムがちょっとこう幅広くなるとかなり見た目が変わってまいりますですね。アルファ50ということでございます。アイカンですね。はあ、はい、はい、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。